し。Thank you.
前の私が撮ってる写真に比べて。食べましょうか。うん、食べましょう。乾杯しよう。恐る恐る言ってる。今日も美味しそうやな。私も疲れ。お疲れ様です。乾杯。乾杯。美味しい。甘い。いただきます。これいただきます。美味しそう。美味しそう。いただきます。うん。これ何？ちゃちゃ用のチュールもあるけんな。あ、美味しいね。煮物も全部美味しい。うん。エビちゃん。エビちゃん。うん。このお塩で。はーい。まだ夜は長いから。うん。だってまだ6時やろ。そう。写真写りをどうにかしてくれ。ちょっと悪いよな。うん。ほんまにな。着パンは何から来てんの？ご飯っぽい、あ、なんかサクサク食べるみたいな。桜パンダかと思って、え、大丸の回しもんみたいな。チーズ食べて。チーズがあれば、私はもう結構。そんぐらいかな。なるほどね。変な鳴き声やん、マチャチャ。猫っぽくない。怖いよ、くないね。どっちかってカエルとか、アヒルっぽい。アヒルっぽい。アヒルっぽい。一回コッケコッコーってないの。最近さ、マジで騙されそうになったんやけどさ、え、何？あのネットとかで見てたらさ、うん、あのキャットフード、うん、添加物一切なしとか、うん、アフィリエイトで多分成功報酬がめちゃくちゃ高いんやけど、うん、だからめっちゃみんなブロガーさんがさ、すっごいいいように書いてて、めっちゃええんかと思った。私も買いそうになったんやけど、アマゾンで見るともう星一つとか、もう猫が嘔吐して止まらないとか、下痢しちゃってとか書いてて、化粧品とかやったらまださ100歩譲っていいとしてもさ、そう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 、命に関わるようなことをさ、そうそうそう、アフィリエイトとかね。煮物になっちゃったじゃん、あれ。うん、集まってん、何時からなん？いや、もうみんな飲んでる、一緒に。そうなん、朝ない、行かんでん、まあ、もうちょっとしたら行こうかな。うん、多分ちゃちゃ美人さんよ。デブなだけやってよ、ありがとう。二人あんま泡は飲まんか。今日の12時見ようや。あれ今日やんな。徳井さんまだいる？スタジオに。いないいない。いない、前回からいないかな。うん、寂しいな、うん。いじってたけどな、山ちゃんは平気で。お風呂も早めに入ってパジャマパーティーしよう。あ、帰ったくん？あれ旅行は？明日。いや、大掃除どうすんの？あ、だから昨日した。あ、昨日した。あ、今日もちょっと。偉いわ、でき。ご、あの、私も飲み会の時は、うん、もう大丈夫。調整してんのか。うん、調整すると思う。最近水溜りボンド見てんだよ。平和やで、あの二人も。いってらっしゃい。どうなんどうなん。自分主体だから無理やなってすごい思っちゃった。でもさ、自分の猫じゃなくても一緒に飼ってたら自分の猫っぽくなるけどな。うん、まあちょっと、でもちょっとわかるよ。私も二十歳の時兄ちゃんが飼って、なんかそういうの見るたびに嫌やなってすごい思ってて、うん、それ見るのが嫌で、なんか出張で。いない時とかはもう2人の空間がすごい楽しすぎて、うんうん、もういなくていいなうん、うん、それからもう実家に帰るって早いけぐらいに思って早い時期けぐらいに、うん、はあ、でも面白い経験できたわ、うん、よかった。まだまだ、もっと下ボーイとかでもたぶらかせるか大丈夫。たぶらかす、ずっと働きたいと思うんやったらさ、別に良くない、うん、ずっと働きたくない、猫とずっと一緒向こうは結構英語とかで政治の話とかもしたいみたいけど、そんな話日本語でもしたくないし。そうやな。うん、にょうや、てらなんか、じゅっぺ、じゅっぺとてぺね、てら、おい、怖い話になってきたぞ。別人格する嫉妬心がやばすぎる、ね、独占欲が強すぎる。でもこの子はあの寺派出てよかった、ね、よかった、ね、よかった、感動した、成長した、うん、どうしようかね。